カモさんおはようございます。はい、今日はいろいろなところにお買い物行くんですけど、最近カモさんお買い物行くときすごいんですよね。カモさん、もうママたちの話聞かない聞かない、そんな様子をモニタリングしたいと思います。はい、はい、レッツゴー。はい、ちなみにカモさんこっち向いて、唇ねざっくり切って病院行ったって言ってたんだけど、その後昨日だよね、かんちゃん兄ちゃんの足につまずいてまた唇切りました。上唇と下唇をちょこっと切っただけなので様子見てます。気をつけてくださいね。そう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 、ここの息私のバッハンタここあたふってくるってそれだけ踏んだら踏んでほら、はい、さて始まりました。勝手知ったるなんちゃらと言いますか、迷わず欲しい商品のところに向かいます。大好きなヤングドーナツゲット。入手後はパパ、ママのところへダッシュして戻ります。行き慣れているお店だと一人で行動したがり毎回困っています。ママの動きを予想して次に買うもののところへ猛ダッシュして取りに行きます。こうなると止めるのが難しい。ちなみにこの時は牛乳でした。1リッター重たいのにこれも一人で運びます。ゆっくり歩くように行っても常に早足、転んだり人にぶつからないか毎回ヒヤヒヤしています。最近はアイスにドハマりしていて、欲しいなぁと言っては扉を開けようとします。まだ一人で開けられないので助かっていますが、今は勝手に開けないように教えています。取れないと分かると次の行動に移ります。会計の時、購入シールを貼ってもらおうと必死になります。駐車場で走らないように振りほどかれにくい手のつなぎ方が必須です。開けて、開けるの分かったけどお店の中走っちゃダメだよ。そもそも初めてだね、ここは。ここのテープは初めてやね。実は毎回お店で走らないように言っていますが、分かっているのか分かっていないのか。はい、はい、行きます。抱っこしてか、行き慣れていない店舗だと抱っこを要求してきます。はい、結局抱っことなりました。おいもちゃん、おいもさん、おいもさん、おいもさん、ここほら、おいもさん、取った取った、おいもさん食べたい、おいもさん食べたい、おいもさん食べたいの。どんな状況でも欲しいものはキープします。逃走はしないもののカートを押したがります。でもって親が手を出そうとすると嫌がります。もちろん加納さんなりに持ち方を工夫しているようです。なぜか最近みたらし団子を食べたがります。知っている店舗になると一人で動き出すため毎回追っかけごっこになります。知らない人が近づくと距離を取りますが、渡されたら迷わずに受け取ります。そしてその場からそっと離れます。人見知りはどこへ。カニカマはなぜかお気に入りの品です。
茶碗蒸しもねだってきます。ちなみに中に入っている銀杏は全く食べません。ひたすらカートを押すことに夢中です。最近では危なそうな時回避することを覚えました。離乳食の時からこれが大好きです。欲しいお菓子があると意外に粘ります。これがどんなお菓子でどれくらい欲しいかめっちゃアピールしてきます。でもこの日は別でお菓子を買っているので買いません。本人に分かるように説明して諦めてもらいます。防火扉がすごく気になるようで、ここ最近よく触りに行きます。触ってはいけないことを教えつつ移動するものの、納得がいかず座り込み開始。けれどすぐ気が変わり、何もなかったように歩き出します。かと思うと突然走り出します。カモさんの行った先には半年ぶりにキャンプ用の椅子が出してあり、いつも通りホイホイされておりました。その後も私がやる、私が運ぶと何でもかんでもやりたがります。で、必ず歯ブラシコーナーに行って座り込み。彼女にとって何の魅力があるのか、半年以上前から同じ行動を繰り返しています。最後は恒例のレジが待てない症候群。セルフレジに行くときもあるのですが、レジ打ち中に逃走されることがあるため、今回は頑張ってレジ待ちの列に並んでもらいました。もちろん暴れる2歳児、じっとしていられません。子連れの買い物はかなり体力と神経を使います。皆さんのお買い物の時はどうでしょうか。